今日はコロナウイルス対策の一環として非接触のアルコール噴射装置を作ります。今回動力源として使用するのはこちらのサーボです。サーボを動かすことによって霧吹きのトリガー部分を引っ張ります。この部分に一番力が加わります。なので念入りに脱脂します。接着剤も強力なものを使用します。接着剤が乾くまで固定するためにホットグルーを使います。固定が完了したらトリガー部分に取り付ける部品を作ります。次に制御回路を作ります。まずユニバーサル基板を適当な大きさに切りました。これは AC アダプタソケット、外部からの 5V の電源を接続します。これはアルディーノ、検出回路とサーボモーターを動かすために使います。アルディーノは正直このプロジェクトにはオーバースペックだと思いましたが、あり合わせのもので作った結果こうなりました。これはピンヘッダー、サーボモーターをつなぎます。これは反射した赤外線を検出する検出回路です。これは赤外線 LED、 手をかざした時に赤外線が反射して先ほどの受光回路に入射します。これは抵抗 LED に流れる電流を制御します。これはインディケーター用 LED、 装置が動いているかどうか外部から確認するためにつけます。電圧を安定させるために電解コンデンサーを追加しました。回路が完成したのでアルディーノにプログラムを書き込みます。プログラムの書き込み完了後、電源とサーボを接続して動作を確認します。基本的な動作としては3回薬液を噴射するようにしました。手を近づけると赤外線 LED から出た光が手のひらで反射します。反射した光は受光器に入射し、その変化をアルディーノが読み取ります。そしてサーボモーターを3回動かすように指令を出します。薬液の無駄遣いを防止するために3回限りの動作となっています。再度利用するためには反射の状態を解除するため手を引く必要があります。作った回路はホットグルーを使ってトリガー部分に固定しました。サーボモーターのアーム部分が外れないようにネジで固定します。トリガー部分を引っ張るために金属のワイヤーを使います。このワイヤーを通しているときに思ったんですけども、わざわざ 3D プリンターで部品なんて作らずにトリガー部分に直接穴を開けてワイヤーを通せばいいじゃないかと思いました。
一応動きましたけども改善の余地ありです。このまま使うと貴重なアルコールが無駄になってしまいます。噴射口を調整して霧状にしました。しかし問題は解決できません。下方向に向けて噴射するしかなさそうです。噴射口を分解すると白い部品が出てきました。この部品を改造して下向きに噴射できるようにします。下向きにアルコールを噴射するため角度を調整可能なストローを使いました。空気抜き用の穴を開けます。アルディーノにモバイルバッテリーをつなげば電源のないところでも使えるようになります。こんな感じです。あとはエタノールを入れるだけです。それでは動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。一応最後に回路図も入れておきます。